ようまえら、俺様だ。今日も太鼓ボーボー持てますね。はい、今日2019年11月3日日曜日ですね。はい、ここはね、広島県福山市の神鍋駅前ですね。神鍋って綺麗だ。あそこの不動産屋の看板がおしっころで、展示ブロックもおしっころですね。はい、ここはなんかね、スーパーですね。サンシティって書いてあります。ね、そう、サンシティに1シティを足すと4シティになります。4様はペ様と言い換えられるんでね。4シティだったらペシティとも言い換えられるんですけど、これはね、サンシティなんで残念ながらペシティとは言い換えられません。あ、なんか地盤色の実がね、ついてます。で、向こうになんか電車、まあ、俺様あれに乗るんですけど、あの電車が止まってます。はい。で、なんかね、このハートって庶民の味方スーパーですね。もうなんか閉店してるのかなと思ったらまだやってました。でも入ったらね、なんか今月11月何日に閉店しますっていう張り紙が貼ってありましたね。はい、なんかちょっとあれですね、ここ結構地元の人にね、使われてるんでしょうから、閉店しちゃうとね、不便になっちゃいますね。まあでも確かにだいぶ錆びついて、ちょっと外壁もね、うんこ色がかってますからね。はい。ね、そう、あ、屋根が地盤屋用です。で、本当はなんかバーチャル動画でちゃんと編集して撮りたかったんですけど、ちょっとあんまり時間がないんで、でこれ、そこの庶民の味方スーパーのハートでこれ弁当買ったんですけど、中のね、フードコート買ったんで食べようと思ったんですけど、なんかね、あの地元の人と思われるジジババ軍団に占領されちゃったんで、まあしょうがないから、電車まだあの時間あるんで、電車空いてたんでね、電車の中で食べようかなと思います。まあその食べる時間があるんで、ちょっとね、早めに切り上げようかなと思います。だからあのバーチャル動画は撮らずに、まあこの無編集のね、この動画で済ませます。はい。ここは JR の駅で、俺様が今から乗るのはね、茨鉄道っていう、なんか私鉄ですね。昔なんかすごい高い路線だっていうなんか話聞いたことあるんですけど、実際そんなそこまで高いとは思いませんでした。今日はなんか、しかも日曜日なんで、ホリデーパスみたいなのが使えたんで、ちょっと安めに行けますね。一番にゃんの腹巻きはこの中に入れたりです。はい、このね、出口の看板押し、これですね。ね、この茨鉄道っていうのはね、まあ、乗ったことはないんですけど、俺様のね、親戚がこの沿線に住んでいるんで、まあ、具体的にどっかは個人情報だから言わないですけど、だから見たことはあります。乗ったことはないです。俺様が子供の頃、いくつかやかな、物心がつき始めた頃になんか作ってましたね。これ多分できて30年はまだ経ってないってことですね。はい、あ、郵便ポストが地盤にあるのです。はい、それではさようなら。ボーボーブ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